ヒーローと奴の部下たちが行方不明になった。監視カメラが破壊され、現場にも外部から侵入した痕跡は残っていない。中央庁内部の者が協力した可能性が高い。ま、中央庁を作ったのは奴だ。内通者がいない方が不自然だろう。それで、これからどうするつもりだ？無論、全力を尽くしてヒーローの行方を追う。だが奴の勢力を考えると、持久戦になる可能性が高い。力のある者の影響力はそう簡単には消えないということだ。貴様らのやり方では短時間で奴を見つけるのは不可能だ。おまけに奴からの反撃を常に警戒しなければならない。だが私たちのやり方なら違う。機動力なら確かにガルダチームの方が優れているが、暴力を終わらせる唯一の方法は暴力を使うことだ。歴史は勝者が作る。勝てば貴様が懸念するようなことも起きないだろう。イエンファー様、ご懸念はごもっともですが、まずはこちらの提案を聞いていただけないでしょうか。聞かせてくれ。今のヒーローは一匹のウサギのようなもので、どこへ逃げ回るかわからないが、崩壊都市における奴の拠点を全て潰し、勢力を一掃すれば逃げ場も最小範囲に縮小され、最終的には失われる。無論、中央庁は記者会見を開いてヒーローの暴挙を糾弾し、マスコミを味方にすればいい。汚い仕事は私たちに任せてくれ。中央庁と違って我々ガルダはそういった仕事でも一切拒まないから。ガルダの名義なら特に問題はない。早々に線引きか、悟いというか、狡猾というか。リスクにもメリットにもそれなりの理由があるものだろう。ふん、忠告として受け取っておこう。行くぞ隊長。さて、これより作戦会議を行う。クロス、角笛の状況を報告してくれ。角笛は最近ダモクレスの剣に関わる研究に集中しており、公開都市に対する監視は緩んでいるようです。ですが万一に備え、あなたたちの生存に気づかれる前に公開都市から角笛の勢力を全て排除せねばなりません。それに角笛のダモクレスの剣に対する研究はまだ終わっておらず、どのように利用するかも未知数のままです。これからはその点を重点的に調べようと思います。よし、レナ、スローン、お前たちはクロスに同行し、角笛が公開都市に打ち込んだ釘を抜きに行け。アンジェリカ、お前は私と一緒にヒーローを中に引きずり出す。オッケー、ボス。以上だ。至急準備にかかれ。聞くまでもなかろう。貴様は私と来い。
忘れ物はありませんか？これかしら。星になって何でも命令して。頑張る。
を読む時間がなくなります。これかしら。ではまたお越しになって。忙しくなるわね。了解した。いつでも泉。お前がそう望むなら。皆さんこんばんは。全力で対応する。なぜ俺なんだ。うるさい。消えて。誰か僕と一緒に行きませんか。怖がらないでね。お前がそう望むなら。勝ちましたね。
ぜ俺なんだ。さっさと終わらせよう。了解した。いつでもいいぞ。ええ、喜んで。何でも命令して。直ちに敵の位置を確認し、周囲を警戒しろ。絶対に負けない。今回は何もかも終わればいい。幸せな気持ち。死後の剣。勝ったの？あなたの力になれたの？任務を遂行する。仰せのままに。行ってきまーす。了解。拉致はしないぞ。あなたの体を貫いてまで作戦を続行する。どんな相手でも油断はしない。お前はまずまずのリーダーだ。俺にも自分なりのこだわりがある。頑張る。わかりました。本を読む時間がなくなります。あ、見たよ、夢の中の風景を。これを奴らを潰して。君臨した前、オベリスクよ。私と一緒に夢を見よう。
さて、ヒーローの勢力もだいぶ弱体化した。したがって、完全に潰れるのも時間の問題だ。やつの化けの皮が剥がれるのを待つ。勝敗はすでに決したぞ、ヒーロー。忘れ物はありませんか？ではまたお越しになって。了解。やっほいらっしゃい。ではまたお越しになって。
行くわよ。